第5章、あの女はそういった女だよ。尾張様の奥方の妹が身分を隠して娘たちの踊りの師匠だ。名乗って出さえすりゃ日本差しの婿が降るほどあるのに。平次は話を続けました。薄暗くなりかけているのに赤い彩を狙った小娘が間が悪くなったのか顔も出してくれず、もっともいつもは飯時を待ちかねてガツガツしている八五郎が平次の打ち明け話に引き入れられて無性に膝をすすめているのです。嬉しい話だね。もっともあの女はそう言いましたよ。瓶漬け油の匂いと左様しからばの侍言葉はでえきれいだとね。ところで7万両の金をお歌が見つけて公儀に納めようと品川の海へばらまこうと、それは勝手だが、ここに捨てておけねえことができた。え？お歌があの通り欲がなさすぎてベラベラしゃべって歩くものだから、岩見の神の隠した宝を狙う者が2組も現れたと思え。なるほど、そら底辺だ。一組は箱根の上り口、三枚橋のつい先の早雲寺に居候をしていた浪人門でかもございもん。悪党らしい名前ですね。ところが若くっていい男で、芝居の色子のひねたような男だそうだ。それが一人で？仲間は何人あるかわからねえ。それが越面をどうかしたんで？お歌を騙して取り上げたというよ。もっとももう一つ写しはあるが、それを俺が預かってきたわけだ。へえ。7万両を狙っているのはそのかもございもんだけじゃねえ。お歌のいとこにあたるお夏とやらいう女もあるということだ。お夏？知っているのか？知りゃしません。もっとも聞いたことのある名だと思ったら清十郎の色だ。ふざけちゃいけねえ。二人の掛け合い話は果てしもありませんが、それでも大体話の筋は通ります。すると小田原の宿であっしに紙入れを預けたのは誰でしょう？目尽くしの悪党でしょうか？バカに様子のいい豊島でしたが、大田とは似ちゃいなかったのか？あんなあだっぽいんじゃありません。ご四殿崩しのおしろいの濃い柿眉毛、化けそうなこしらえだね。親分に心当たりあるんですか？いやねえが、考えてみろ。その紙入れの中の手紙に綱とある。お綱さんなんかはよくある名前だが、お前の手で広げて突き出された時、逆さまに夏と呼んだことを思い出したよ。へえ、夏とね。かなというもんは全く縁のねえ名前はつけにくいものだそうだ。自分の名の一字を取るとか、親兄弟や友達の名を借りるとか。夏という女名前の人だったら、差し当たり綱と偽名を書くこともあるだろうよ。三枚橋の寮、第一章。親分、暗くなりかけましたね。お客様を忘れているんじゃありませんか？忘れられそうなお客だよ。俺とおめえじゃ逆さまに振っても金っ気がありそうもね。それじゃあ。八五郎は我慢がなりかねてでっかい手を叩こうとしました。その手を止めて平次は敷居際によるとからかみをさっと開いたのです。あっ、松竹梅か何か描いた申し分のない安からかみが少し敷居から外れてゆらゆらと倒れかけると、そのそばにはさっき赤い彩を狙った女の子が膳を捧げ持ったままからかみに耳を押し当てて立っているではありませんか。そこに立っていたのか。せっかくの吸い物が水になったことだろう。はい。お袖とか言った小娘は全く面目次第もない姿です。立ち聞きは構わねえが、落ちそうが冷たくなるのはどうしてくれるんだ。小娘は先方もなくもじもじしております。まあいいだろう。冷てえ吸い物や焼き魚もとんだ軽物かもしれねえよ。その代わりせめて熱燗を一本頼むぜ。いきなり飯にしちゃ旅の疲れが抜けねえ。はい。小娘はようやく救われたような気持ちで逃げ帰るのです。油断なりませんね、親分。まったく呆れ返ったよ。枕探しなら枕探しで試しのねえことじゃねえが、ともかくあの小娘の素性を聞きてえもんだが。平次がそんなことを言っているところへ
ちょうど羽織を引っ掛けた番頭が一人宿帳を持って入ってきました。いらっしゃいませ。毎度ごひいきに預かりまして。35、6、ひげの跡の青い、妙にしたたかな感じのする男です。押し出した宿帳は、半紙横綴りの分厚なもので、旅の恥は書き捨ての加藤清正も、荒木又右衛門も同居していようという代物。おら、神田の平次だ。四五日薬刑になることに、手紙で先触れしてあるはずだから、宿帳にも及ぶ命が。毎度ありがとうございます。でも、お連れ様のお名前だけでも伺いませんと、お関所近くでお調べがうるそうございます。番頭は、硯の宿木の上を、半袖摘みでゴシゴシとやりながら、八五郎の方に帳面を押しやるのです。八、書いてやんなよ。あの子に書くばかりが能じゃあるめえ。ねえ、番頭さん。これは向こう柳原の八五郎さ。これでも十手一丁の主だ。顎の難儀の覚えてくれ。ところで番頭さん、一つ聞きてえことがあるが。この座敷の受け持ちらしい、あのお袖とかいう可愛らしい娘。あれはどこの子なんだい。平次は冗談の中からちらりと真面目な話をのぞかせました。第2章。あの子は何ぞ不都合なことをいたしましたか。番頭は少し形を改めました。いやあ、そんなわけじゃねえ。めっぽう可愛らしいから八の野郎が目をつけたんだよ。アコードを立てていずれ厄介なことを持ち込むかもしれねえぜ。本当とも嘘とも平次の話には見当のつかない含みがあります。それで安心いたしました。あの娘は江戸の旅人が連れてきた娘で、路用に困って親は江戸に引っ返し、あの娘を人質と申しちゃなんですが、奉公人代わりに留め置くことになりました。もう三月にもなりますが、親御からは何の頼りもなく、内々心配いたしております。へえ。そう聞けばありそうな話であり、お袖という娘も宿屋のただの飯盛りにしては人柄の良いのも飲み込めます。ありがとう。それでよくわかったよ。平次はこの話を打ち切って相手にも忘れてもらいたい様子です。ところで、せっかく銭形の親分のおいでで、主人もことのほか喜んでおります。お食事の後でいずれ挨拶に参りますが。いやー、とんでもねえ。気楽な保養だ。挨拶や神儀はめんどくせえ。ご主人にそう言ってくれ。さようでございますか。番頭の綱八、35、6の渋い男はそのまま立ち去りました。ねえおや八。平次は改めて八五郎の盆に残る酒を絞ってやりながら静かに話しかけました。もうおつもりだ。おめえは不足らしいが我慢してくれ。不足だなんて言いやしません。八五郎はペロリと手のひらで顔を撫でました。おめえの顔に書いてあるよ。もう一本欲しいが言い出したもんかどうかとね。恐ろしく察しがいいんで。長え付き合いだもん。これくらいのことが分からずにいるもんか。先をくぐられるとへだりにくくなりますがね、親分。このもう一本のところ。八五郎は少し参ったらしく、招き猫みたいな手つきをするのです。辛抱しろよ、八。俺にはどうも腑に落ちねえことばかりだ。おめえに預けた紙入れ、その中から出た脅かしの手紙、それから赤い彩を狙った小娘でしょ。女の子なんてもんは見さけもなくあんなものを欲しがりますよ。おめえはのんきでいい。が、そんな気楽なこっちゃねえよ。さっきこのうちへ深編み傘の二人連れの浪人が入ったようだ。お関所が地形というのに、まともな人間があんな風で歩くはずはねえ。それから女が一人裏から忍び込んだようだ。穏やかじゃねえな。それにもう一つ、あの番頭は合口かなんかを海中に忍ばせているよ。へえ。八五郎もそこまでは気がつかなかった様子です。